はい、始まりました。はい。はい、皆さんお待たせいたしました。始まってますでしょうか。あ、よかったです。本日は、オンライントークセッション、焼き物の産地、常滑から考えるニュートラディショナルに、ご参加をいただきまして、ありがとうございます。今からですね、大体約90分、トークセッションということで行っていきたいと思います。最初にですね、今顔が見えているものが今日のスピーカーの皆さんになりますので、お名前だけでも最初に、ご紹介していただけたらと思います。自己紹介していただいてもいいでしょうか。じゃあ、高橋さんからよかったらお願いします。はい、デザイナーの高橋です。1時間ですね。よろしくお願いします。はい、お願いします。前川さん、お願いいたします。はい、美術作家の前川です。よろしくお願いします。はい。はい、そうしましたら、福森さんもお願いいたします。あ、ミュートになってるかも。あ、そうですね、ミュートに。はい。鹿児島の、障害者支援施設、菖蒲学園で支援している福森と。そうと申します。よろしくお願いします。お願いします。たら岡部くんお願いします。はい、タンポポの家の岡部太郎と申します。よろしくお願いします。はい、今日はこの5人がですね中心となりまして、90分進めていきたいと思います。で、私たちですね、タンポポの家ではニュートラディショナルというプロジェクトを昨年から行っているんですけれども、今年はですね、このニュートラディショナルのプロジェクトの中で、様々な伝統工芸や伝統産業の産地を回って、伝統工芸を新しい視点で発信しているような、メーカーさんや工房、職人の皆さん、いろいろなコーディネーターの方たちとの交流を通して、福祉の現場にも生かしていけるような視点を見出すためのスタディーツアーというのを、4カ所、国内4カ所で行いたいと思って計画してまいりました。ただですね、やっぱりこのコロナの状況ということで、本当であれば、参加者の皆さんを募ってですね、一緒にワイワイと産地を回りたかったんですけれども、それはちょっと叶いませんでしたので、事務局と、あと少しの、同行していただける方と、コーディネーターの方、そして写真家の方にお願いしてですね、少人数で回るということにいたしました。で、今日はその第1弾の焼き物の産地、愛知県の常滑を回った、報告ということを行いたいと思っております。で、最初にですね、少し今日の流れということをお話しいたします。最初にですね、タンポポの家の岡部の方から写真や映像を用いまして、2日間のレポートを行います。その後、美術家の前川さん、一緒にご同行いただきました前川さんより、常滑で見出した視点とか、興味深かった点などをお話しいただきます。で、その後ですね、今日はゲストで、その前にですね、すいません、コーディネーターで2日間、このツアーを企画、一緒にしてくださった高橋さんに、ご自身の紹介や福祉施設との関わり、常滑でのこれからの活動についてお話をいただきます。で、3人の報告、話が終わった後で、今回ツアーには行っていないんですけれども、ゲストとしてお招きしました福森さん、現場では陶芸の担当もされておられるということなので、そこから見た視点というのを、お話しいただきたいと思っております。そして最後に、参加者の皆さんとも質疑応答をしていきたいと思っております。で、参加者の皆様に、お願いと連絡を先にさせていただきます。あ、すいません、うちの方で。はい。あ、ちょっと待ってくださいね、すいません。はい、大丈夫です、すいません。ですね、参加者の皆さんへのお願いということでは、今回ですね、スクリーンショットなどを撮っていただくのは OK です。ただ、
動画の録画という、録画というか、動画というか、この配信の録画はできればNG とさせてください。事務局の方でですね、後日、アーカイブを配信させていただく予定です。で、質問の受付に関しては、YouTube のチャットの方に書き込んでいただきたいと思っております。ですので、こちらの方での、レコーディングということで、参加者の皆様にもご了解をいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。で、ニュートラディショナルについて少しだけもう少し紹介したいんですけれども、私たちその福祉×伝統工芸の可能性に着目して、新しい、これからのものづくりのあり方とか、そういうことを障害のある人たちと一緒に、の現場と一緒に考えていきたいなということで始めたプロジェクトです。もともとですね、日本では、非常にその地域の仕事や産業を障害のある人も担ってきたという歴史が脈々とあり、クラフトというものも障害のある人のものづくり、そして就労、仕事というところでは非常に福祉においても重要な位置というのを占めてきたという歴史があります。ただやはりそもそもものづくりや伝統ということが変わっていく中で、福祉の現場でやってきた私たちもそのことを今まで通りのものづくりのあり方をやっていくだけじゃなくって、やっぱり伝え方、売り方、作り方、環境も含めて、もう一度考え直す必要があるんじゃないかなということで取り組み始めたのが、このニュートラディショナルになります。で、やはりその目指していきたいのは、仕事づくりもですけれども、本当に豊かな生活のあり方と物の関係というのを障害のある人たちとの一緒の視点からも考えていきたいというのが、このニュートラディショナルの取り組みかなと思ってます。で、昨年度からですね、いろんな調査であったりとか、いろんな専門家の方を招いてのいろんなトークというか談義のようなことや、お茶会のようなそのものを作るだけじゃなくて、それを通した場のあり方を考えるようなイベントや、あとこうしたニュートラディショナルペーパーというペーパーなどの発行も行って、私たちの試行錯誤も含めて伝えようという取り組みを行ってきました。今回本当に産地を巡るスタディツアーというのが私たちにこう何をもたらしてくれるのか、それを今日考えるイベントとかトークイベントになるかなというふうに思っております。で、またですね、本トークイベントというか今日の取り組みやスタディツアーに関しては、日本財団さんのダイバーシティ・イン・ザ・アーツの助成を受けて行っております。障害なる人の表現と伝統工芸の発展と仕事づくりというテーマで助成をいただきました。この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございます。はい、すいません、そうしたら長くなってきたんですけれども、ここからですね、順番に常滑のレポートというのを行っていきたいと思いますので、ぜひ参加者の皆さんも楽しんで聞いていただけたらなと思います。そうしましたら最初に、岡部の方から2日間のレポートということでよろしくお願いします。はい、はい、それでは画面共有させてもらいます。今、見えてますでしょうか？ニュートラディショナルのロゴになっていればいいんですが。はい。では、今からニュートラの常滑ツアーの報告を大体15分ぐらいで、簡単にさせていただきたいと思います。10月の19、20という、平日の2日間だったんですけども、常滑の各地ですね、市内各地の、作り手や伝え手で、産地ということで、産地ならではの、いろんなところを巡ることができました。で、ここですね、まず、コーディネーターの高橋さんにご案内いただいたのが、市内中心部のホテルの屋上ですね、ここからスタート。ということで、常滑市内を一望するところから、ツアーが始まりました。ちなみにこれ高橋さんですね。はい、今いますけどね。はい。
で、ちょっと最初に、ツアーの説明の最初に、高橋さんに今回2日間ですね、組んだんですけども、まあ、だいたいどういう流れで、組んだかっていうのを少しお話しいただきたいと思うんですけども、よろしいでしょうか。はい。はい。高橋です。よろしくお願いします。そうですね。まあ、まず屋上から始めたことも含めてになるんですけれど、はい。その焼き物の街の、構造だったりとか、まあ、その構造の中でその、まあ、焼き物っていうことで営んでる人たちを紹介するっていう流れを意識しました、うんうんうん、で、その焼き物窯業地なんですけどね、はい、平安時代からその窯業、まあ、釜の火を絶やさずに、うん、この地で焼き物が営まれているんですね。で、それは、まあ、常滑に限らずその愛知県の知多半島っていう常滑がある半島全域、うん、ほぼ全域のことなんですけれども、まあ、まずそういうどういった舞台でその焼き物だったり常滑っていうものが位置しているのかっていうのを、うん、まあ俯瞰してみてもらいたくて、うん、この山の山というかホテルの上からやりました。で、簡単に言うと、うん、知多半島には全く大きな山がなくて、一番大きい山で90メーターぐらいなんですよ。で、基本的には平べったくて、だけど、町の中とか、まあそういうその半島の中にコブみたいに、まあ小高い丘があるんですね。で、で、あとは海に面してるっていう。で、実はその3つが、900年前から焼き物をやってきている理由というか、になっているっていう、うん、ことなんです。もっと言うと、はい、焼き物に向いた土が取れるっていうことと、うん、丘を、掘り抜いて、うん、焼き物を焼く窯が作れるっていうことと、まあ、海辺に面しているので、海で、まあ、船で運びやすかったっていう、その3つで900年前から焼き物があるっていうことをこのロケーションで見てほしかった。で、その後にまあ、産地は作り手だけじゃなくて、例えば、問屋さんだったりとかギャラリーだとか、まあ、そういうその作るパートでも、分業でやってたりとか、タイルを作ってる人もいれば器も作ってる人もいるみたいな、まあ、そういう常滑っていう焼き物の町、まあ、舞台の上で営んでいるいろんな人たちを紹介したいということで、そこからこう、車で移動していったっていうところですね。で、今回はその伝統産業、伝統工芸×福祉っていう部分で、自分が関わっている、常滑市社会福祉協議会さんとの、まあ、その活動を紹介させていただいたっていうところになりますかね。はい、ありがとうございます。はい、すいません、僕がですね、今発表者用スライドになってるわけですね。今共有しているのが。はい、一旦切ります。はい。ね、こっちです。はい。すいません。まあ、その、伝統工芸の方々と福祉の方々のこう交わりみたいなことは、まあ、この1時間半でおいおい話していけたらいいかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい。というような意図のもとに始まりました。最初は高橋さんのアトリエに行きまして、まあね、無印良品でさまざまなプロダクトを作ってきたということもあって、まあ、そういったものがたくさん置いてあったりとか、でちょっと後でもお話しますが、すでに地元の障害者施設と実験をですね、何度となく繰り返しているというのをお話も聞きました。これちょっと後ほどお話をしたいと思います。で、まず我々が最初にお伺いしたのは、有限会社丸横小泉商店さんという、これは問屋さんですね。問屋さんに行きまして、はい、で最近ですね、このお店をリニューアルした、これ高橋さん関わってるということで、ロゴも含めて、はい、どうこう常滑の魅力を伝えるかっていうところを、もうそのお店実態が体現されているというような場所になっていました。で、例えばこの常滑の急須の急須っていうものをどう作っていったかっていうことを、いわゆる工業的な、まあ、大量生産のものと手仕事ですね、作家のものを
並列に見せることによって、まあ、どちらも、どちらがいいというわけではなくて、どちらもその特徴があって、それぞれのかかっている手間みたいなものが、一目に見れるというような、そういった展示のされ方をしているのが印象的でした。で、2階に行くとですね、もうありとあらゆる急須ですね、本当にびっくりしたんですけども、まあ、これは高橋さんが言ってたのが、まず最初に常滑焼のバリエーションを見てほしいって言ってたんですけども、僕たちが知ってる常滑焼って朱泥のですね、いわゆる赤っぽい急須だったりとか、あとは工業製品の土管みたいなものなんですけども、全然それだけではなくて、常滑焼のバリエーションというのは非常に多いと。で、ご案内いただいたのは丸尾小泉商店の、岩月さんですね、岩月ゆかりさんだったんですが、この方が非常に丁寧にその常滑焼の特徴、例えば、蓋と本体はもう本当にミリ単位でもズレがないように一緒に焼くので、例えば蓋が欠けたとかなくなったら代わりができないぐらいみたいな、そういった精密さみたいなものを教えていただいたりとか、あとはその急須にいろいろ隠されている仕掛けというか工夫みたいなものをお話しいただくことができました。そうですね、なので急須自体、急須自体は江戸後期からですね、ありがとうございます。なので、まあ、こういういきなりこう一覧ベースというかフォーマットという、急須というフォーマットの中でいろんな種類を見れたというのは非常に嬉しかったですね。で、1階に戻るとですね、なんと、こう、問屋なのに、バーカウンターみたいなものがあって、で、これ、笑顔でいるのが、小池はじめさんかな？社長。ね。社長さんと楽しそうに話してるんですけど、まあ、実際に急須を使ってお茶を飲むっていう場所も、ここにはできてると。で、なんとですね、これですね、常滑焼きの形をした和菓子っていうのを、コラボレーションで作られていると。この赤ですよね、この朱泥が非常によくできてて、まあ、もちろん美味しくいただきましたって話なんですけども、こうやってこう全体で常滑盛り上げてるなという感じがすごく良かったなというふうに思います。で、その次に行ったのが、常滑ストア、スペルが違ってます。常滑ストアと山源桃園さんですね。同じ山源さんが運営されているお店と工場です。で、まずはお店の方ですね。工場の中に建物がある少し不思議な建築なんですけども、ここでは、独自の常滑というブランドを作りまして、で、今見えているのは高橋さんがこれはプロデュースをした新しい、食器ですね。で、僕たちのイメージを覆すようなパステルカラーの非常に軽やかな器を作っていたりします。で、さらに、ここでは陶芸教室なんかもやってまして、4年間で2万人だったかな、非常に。1万人ですね。いや、なんか2万っていうふうに言われました、ユージさん。あ、本当ですか。はい、数の訂正をいただきまして。まあ、とにかく、子どもたちから大人まで陶芸に触れてほしい。で、給食の食器を、常滑市内の給食の食器を、全部常滑の陶器にしたい計画みたいなものをお話しいただいてたんですけど、まあ、それだけ思いのある方だなというと感じました。で、これが山源桃園さんの工場の方ですね。で、これは大きな釜なんですけども、まあ、これも少しずつこう直しながらも現役で使っていらっしゃるということを言ってました。で、この方が代表の小池裕二さんです。小池さんのお話を聞く中で、僕が印象的だったのは、もちろんこう、山源さん自体は割と大量生産というか工業生産的なものを作ってるんですけども、そこに地元の若手の作家さんに、アルバイトで来ていただいて、で、同じ形のものを、たくさん作るっていう経験をしてもらいたいと。で、それが作家としてのまた伸びるきっかけにもなるみたいな話をされていて、まあ、高橋さんが急須の比較の展示をされてたのと共通するなと思ったんですけども、まあ、そのものを作るっていうところにおいて、なんていうかな、その
作品的に1個作るのとたくさん作るもののなんかそのつなぎみたいなものをこの産地の人たちはすごく意識してるんだなというふうには思いました。はい、で、その次に行ったのが、陶芸作家の小池晃さんの、お家です。で、もうこのインパクトがすごいんですけども、天竺という地域ですね。はい。はい、天竺という地域の、これがその、アトリエなんですけども、かなり、なんていうんですかね、プリミティブなと言ったらいいのかな、あの場所です。で、この左にいらっしゃるのが小池晃さんなんですけども、まあ、あの、もともとですね、まあ、お父さんが小池良二さんという非常に有名な陶芸作家なんですけども、ご自身もそのお父さんと一緒に窯を作ったりとか、まあ、その副施設なんかでも、一生がなる人と一緒に陶芸をする機会もあったらしいんですけども、なんかその、産地の土にこだわったりとか、ものの作り方も、まあ、例えば縄文土器の作り方から今のその壺の作り方みたいなものを、逆算して考えるみたいな非常に根源的なところに戻っていくっていうようなそういう考え方をしながらものを作っている方だなというふうに思いました。で、これはあの小池さんが作った窯なんですけども、少しでも陶芸のことを知ってる人が見るとこの窯は非常に前代未聞な窯らしいですなんか、温度計とかも全然なくて、なんですか、まあ、そのあたりはまた高橋さんにちょっと後でフォローしてもらえればと思うんですけど、はい、なんかあの非常に魅力的な場所と人だなというふうに思いました。で、ちなみにこの天竺の先ほどの、アトリエのすぐ隣に、土を掘る場所があって、もうそこからこうガシガシですね土を掘って、で、あの雨水ですかね、あれは雨水で、越していって、ちょっと土の層を作っていって、でそれをまたあの粘土の作品に作っていくっていうことで、もうかなり全部自然の力を使いながら、作品を作ってるっていう方です。ちょっとフォローしましょうか。はい、どうぞどうぞ。あ、まずそのここは小池晃さんのご自宅兼アトリエなんですけど、はい、一番最初の、はい、プリミティブな小屋って言ってたのが工房にあたりますね。はい。まあ40年ほど前にセルフビルドで、はい、あの建てられたもの、本人じゃないですけどね、本人が生まれる前になると思うんですけど、はい、建てられたものです。で、彼のアプローチっていうのはその焼き物の、まあ、始まったっていうと古くなりすぎるかもしれないんですけど、まあ、機械とかを使わずに、うん、まあ、その土地にある、土だったり、木だったり、うん、地形だったりを生かして、作れるもの、いわばその、うん、素材ありき、ロケーションありきのものづくりっていうことを、うん、まあ、自分にまあ、強いてというか、常滑でできる焼き物っていうことが、彼の根底にあります。で、まあ、焼き物のさっき、常滑が、焼き物の量産の産地っていうような言い方もあったんですけど、はい、本当にその、なんていうかな、日本の中で焼き物っていうのが、すごい成熟していて、あの産地もいっぱいあるし、作り方も本当にいろんな作り方があるっていう中で、まあ、その、原初的な部分に強い関心を抱きながら彼の場合をやっているっていうことですね。はい、ありがとうございます。で、今のが初日ですね。初日だけでもかなり濃い感じだったんですけども、2日目がまたちょっと一変しましてあのこの日が高橋さんが関わっているあのワークセンター鹿島という副施設で、まあ、あのちょっとものづくりをしてるんですがそこに関わっているような方々を中心にご紹介をいただきました。ちょっとね、あの、すいません。時間が押しちゃってるので、動画とかは一旦飛ばして写真でご説明していきたいと思います。まず、初めに伺ったのが、有限会社丸安さんです。で、ここが、まあ、先ほど紹介した小屋さんとは真逆といいますか、非常にこう、大量に、土を作るというところですね。で、あの、土置き場みたいなものがあって、で、まあ、この細かく、
とにかくどんどん土を細かくしていって、で、さらにここに水を混ぜて粘土を作っていくっていう工程をされていると。で、とは言っても、やっぱりここでも、例えば最初に、太陽にさらして天日干しをするといった、やっぱり自然の力というのは使われていて、まあ、そこに、人間がこう物を作るのに関わるところに、非常にこう感性的なものがすごく大事だというような話をが、僕の中では印象的でした。で、代表の稲さんがですね、非常にいい方でといいますか、皆さんいい方だったんですけど、工程の一つ一つご紹介いただいて、まあ、本当にこう採掘してきた土を細かくしていく過程で、まあ、粘土、いろんな余分なものを取り除いていって、主泥の土は、顔料を混ぜてたりもするんですけども、まあ、その顔料を混ぜるプロセスだとか、まあ、そうやって、大量の、土を、生産していくっていう様子を見せていただきました。で、その後ですね、もうすぐそばにあったのが、このワークセンター鹿島です。で、トコトコという、ショップもあるんですけども、いわゆる、終了継続支援 B 型の福祉施設です。で、入り口ではこういうかわいいタイルの、タイルたちが出迎えてくれました。で、鹿島さんは、地元のいろんな下請けの作業とかもされているんですけども、今回関わる部分では、泥団子の種を作るというのをされています。で、泥団子って多分皆さんご存知だと思うんですけども、まあ、どんな土でもいいんですけども、手軽に丸くして、で、ツルツルに磨いていくっていうものなんですけども、まあ、それを近くにある、イナックスライブミュージアムの方でワークショップとして実施をしていて、まあ、その最初の種となるものっていうのを、お仕事で作られているということでした。で、ここにイナックスの磯村さんという方ですね、かなりもう泥団子に関しては権威みたいな感じだったんですけども、まあ、その方が、道具ですよね、その作る道具とかも含めて、相談に乗ったりということで、まあ、地元の中でジョイントをされているのが印象的でした。結構簡単そうに見えて難しいんですね。で、これ敷地内なんですけど、やっぱり敷地内の土を掘ると、それはもう粘土みたいな、まさに産地ですよね。その土の上で生活をしているというのがよくわかる場所でした。で、あとはトコトコというブランドでクッキーを作ったりとか、まあ、トートバッグですね。これはパッチワークによって物を作って販売をするというようなこともされていました。で、その次にお昼を挟んで、イナックスライブミュージアムの、土ドロンコ館というところに行って、先ほど、見た泥団子の種を、本当に真球というんですね、丸く削っていくというようなワークショップを体験しました。で、時間がなかったんですけど、まあ、20分か30分ぐらいですね、その磯村さんにも、ファシリテートしていただいてやったんですけど、かなりこう、つるつるっとなるんですよね。なので、その種の微妙な、なんていうかな、いびつさみたいなものが、うまくこう、このワークショップの中に組み込まれてるなと思って、すごくいい体験をさせてもらったなというふうに思っています。あ、で、これが泥団子を指導していただいた磯村司さんです。はい。この方本当に熱心な方で、今回のツアーにも一緒にいろいろついてきて、同行してきてくださったりもした方で、多分今日も見てくださってると思うんですけど、その説ありがとうございました。で、ここはイナックスライブミュージアムの中にある、世界のタイルミュージアムのところで、もう本当に濃いですね。タイルに関するいろんな展示品が、かなりのボリュームで展示されているので、多分1日いても全く飽きない場所だなというふうには思いました。で、最後に行ったのが、水野生陶園ラボです。で、
この水野生徒園は、水野太さんですね。水野太さんが、今、先頭に立ってやってらっしゃるんですけども、水野、おじいさんの代から、ここはやってらっしゃるんですけども、その水野太さんが、建築家でもある。そして、まあ、こういうタイルの製造もされているということで、いわゆる建築、タイルというんですかね。そういったものの、ものづくりというのが非常に、全国的にも多分有名で、建築関係の方は水野生徒園というと だいたい知っているというような感じだと思います。で、今見ていただいているこれは事務所なんですけども、事務所もその焼き物で、レンガに見えるものが全部焼き物だそうで、それで構造を作ってしまっていると。で、普通の、建物よりも構造物としては強度が強いみたいな、なんか全然見たことがないような、こういう風景をこの中では見せていただきました。で、まあ、ラボというだけあって、本当にいろんなチャレンジをされているなと思いました。で、これ、例えば釉薬の見本なんですけども、まあ、みんながどれだけあるか全容を把握しきれないぐらいと言ってたんですけども、まあ、代々受け継がれてきたいろんな実験をうまく現代のものづくりに生かして、さまざまなタイルとか、あとはオーダーですよね。結構多分建築家だけじゃなくてアーティストとかとのコラボレーションもされてるんですけども、まあ、そこで、一つ一つオーダーに対して丁寧に応えてものを作っていくっていうような姿勢が非常に新鮮だなというふうに思いました。はい、です。はい、ちょっと駆け足だったんですが、すいません、ちょっと5分ぐらいオーバーしてしまったんですが、はい、はい、で、すいません、最後になったんですが、ここでご紹介した写真は、すべて衣笠夏美さんという写真家の方に撮っていただきました。どうもありがとうございました。はい、はい、はい、岡部君ありがとうございます。はい、見ていただいたように、本当にまあ土があって、環境があって、でまあ、それによる文化というか歴史があって、そこで育ってきた人たちがいて、でメーカーもあって職人さんもいて、でまた今いる子どもたちはそこでまあなんていうか常滑ストアさんのところのワークショップとかで自分たちで食べるような器というのを、給食で食べる小学校で使う器というのを作っていたりというように、すごくなんかやっぱり土があるところからそこまで続いているっていう、なんか圧倒的ななんていうかパワーというか、産地ってこういうもんなんだっていうことをなんか体感したような2日間だったかなというふうに思っています。そうしましたら一緒に次は同行していただいた前川さんからお話をいただきたいと思うんですけれども、前川さんは美術家であると同時にまあ、福祉施設とも関わっていて、私たちの関わりアートプロジェクトなんかにもタンポポネのものに参加していただいたこともありますが、現在は大阪の福祉施設で陶芸の部分にも関わっておられるというところで、そういったさまざまな視点から常滑での2日間どうだったかということをお話ししていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。お願いします。美術作家の前川です。森下さんに今ご紹介いただいたように、今美術作家として京都で、活動を自分の制作活動であったり、まあ、いろんな形で、今のところ出ていって共同制作みたいなものをやったりとかっていうような、いろんな活動をやっているんですが、まあ、それと、最近、2017年からかな、施設の、陶芸担当というような形で、福祉施設に、まあ、非常勤でという形で、関わらせてもらうことになったので、そういう話を、まあ、今までの関わりが仕事の上での関わりのあったタンポポの森下さんや、岡部さんに、話していたっていう経緯があったので、今回 のちょっとツアーで人を絞らなきゃいけないっていう時に、ちょっと同行一緒にお願いできませんかっていうお声掛けをいただき、とても貴重な機会で、いい機会に参加させていただいたので、その、まあ、感想などを今日ちょっと今紹介させていただければと思います。
で、僕が今回その2日のツアーに参加した中で、どれも面白いものだったり、感銘を受けたり、本当に勉強になることがたくさんあったので、どういうところから全部つらつらと話し出すとそれだけでもすごい長くなってしまいそうだなという感じだったので、大きくちょっと印象に残ったことを、3つに、まとめて、プラスはみ出しましたみたいな話で、10分間で紹介できればと思うんですが、まず一つが、その常滑、僕がその常滑に関してそこまで、事前に知識を持っていなかったということもあって、常滑のその規模っていうものにすごい驚かされたのが、まず第一印象でした。で、どういうことかというと、先ほどの岡部さんからの紹介でもあった、粘土自体をまず工場で作っていた、丸安さん、日本モザイクタイルを作る会社と、移った形でやっているところだったんですが、そこの工場が まずとにかく大きかったっていうところもすごいこの印象に、結びついているかと思うんですが、その大きく大きい規模の工場があったり、で別の、見学させていただいた先ほど の水の製陶園のあそこの場所も、今回の先の写真ではちょっと分からなかったところだったんですが、今言っている部分は全体の一部だというお話を聞いたんですが、製陶園の敷地全体はすごいまず広くて、でそこに入っている例えば釉薬を溶かすミルっていう、機械、釉薬を溶かすというか混ぜるミルという機械自体もむちゃくちゃ大きいものが何十台っていう単位で全然持っていないと思うんですけど、すごい数並んでいたりとかっていうことがあって、すごい規模の陶芸の産地なんだなっていうことが今回まずすごい印象的でした。で、その高橋さんのツアーの中でも、その例えば、土管作りはされていたとか、その言ったらインフラみたいなものを、作っていたっていうことも、僕がちょっとこう陶器陶芸っていうふうなものをイメージしたときに、どうしても工芸的なもの、手に、取りやすいスケール感サイズのものをで、それとちょっと違うサイズの大きいオブジェみたいなものみたいな感じのイメージが、先行するイメージとしてあったんですが、それがを軽くこうちょっと超えた感じのスケール感があって、今まで見てたその工芸とか陶芸のイメージをちょっと相対的に見れるような体験が印象的でした。で、あとその街の密度も、印象的で、今いろいろ見せていただいた場所っていうのがそれぞれそこまで離れていなくて、車で高橋さんに乗せていただいて、車に乗り込んで次の場所に行きましょうと言って、次の場所に移動したらもうすぐ着いてしまうっていうような、本当にそれぞれの、活動しているプレイヤー同士が近い関係にあるんだなっていうのが今回のツアーの中で印象的でした。で、もう一つが、一つ目は規模で、二つ目が、ちょっとキーワードとしてまとめきれてなかったんですが、自然というか、なんか素材との距離っていうのが、それ印象的でした。で、もうすでに、今までの高橋さんのお話であったり、岡部さんからの紹介であったり、であったように、もう街、まず、高橋さんの見せてくれ方はもうすごい、印象的でよかったんですが、本当にこういう地形の中に、人の暮らしがあって、で、掘ればそこには粘土土があってっていうような、環境っていうのが、行く前からそれはイメージはできるというか、言葉では分かるんですが、実際に例えばワークセンター鹿島のところであったり、小家明さんの天竺のアトリエ工房のところで、実際にその粘土を掘り出しているところなどを見せていただくと、本当になんというか、すぐそこ、僕の家なんですけど、玄関のところに
粘土があるみたいな距離感で、素材があるというのが、とてもそれは印象的で、で、あとまあそうですね、岡部さんの話でもあった丸安さんの大きい工場でも、先ほど言われていたような天日干しをするというところにすごいこだわられていたりとか、やっぱり土とか乾くスピードとかのこともあるだろうし、あとそこにこう風も山の方から吹いてくる風もすごい作用している、あとあるいは雨が降ったらそれでまたいろいろ変えなきゃいけないとかっていう自然との関わりっていうのも当然そうなんだろうけれども、一定とても印象的な要素として、感じられました。で、もう一つが、三つ目が、これも言葉としてまとめきれないままみたいな形だったんですが、ちょっとその世代というか、歴史というか、人の部分でちょっと印象的な部分が、三つ目としてあります。で、どういうことかというと、特になんですが、小池晃さんのところであったり、あと水野生桃園の水野太さんであったり、あるいは、岡部さんの話の中でもあったんですが、常滑ストア、パステルから食器が並んでた常滑ストアだったりで、ちょっと感じたことだったんですが、今の常滑を、僕たちはツアーで見に行ってたんですが、お話を聞く中で、それこそウィキペディアで調べてこういうことが出てくるっていう話ではなくて、今目の前にいる人と喋る中で、すぐちょっと上の世代の人の、作ってきた、姿勢であったり、思いみたいなものが、あるっていうことを、人が変わっても何回も何回もそれが聞き取れるというのがとても印象的で、それが印象的でした。で、具体的には例えば小池晃さんのところの釜を作っている、その釜作りの話だったり、晃さんのお父さん、小池良二さんを通しての、また他の地域、滋賀県とのつながりであったりとか、京都とのつながりであったりとか、そういう、あるいは水野生桃園の水野太さんのおじいさんが満州の方に行かれていてっていうようなエピソードとか、そこから帰ってきた時に戦後新しく生活の場を組み立てたりしようと思って、ユートピア的なイメージで水野生桃園の園という名前をつけたとかで、社宅とかも建築タイルの陶器の建築陶器か、でできた社宅であったり、水洗トイレがその時からあったりみたいな、前の世代の人の思いみたいなものも、今僕たちがいた時に反響して聞こえたり見えたりするというのがとても印象的でした。でそれがまたその若い世代の人に、常滑ストアの小家裕二さんとかが食器をたくさん作るということにこだわって話をするとかいうことであったり、そういうところにも受け継がれたり、しているのかなというようなのが印象的でした。この3つが、とりあえずこういう形でっていう話で、他にも脱線するような形でいろいろ面白いなとか要素あったんですが、ひとまずちょっとここで、切らせてもらいます。大丈夫ですか。ありがとうございました。すごく分かりやすく規模のこととか、あと自然や素材との距離という視点と、あと人のことというか、その部分でお話をいただきました。ありがとうございます。前川さんは何か今は急にはあれかもしれませんけど、ご自身が関わっている福祉施設とかに何か持ち込めそうな視点とかって何かありましたか？その話をちらっと岡部さんと打ち合わせの時にちらっと話してたんですけれども、なんていうか、
パッとこう期待できるような答えみたいなのがその時実はないっていうのが正直な、あって、まずその産地の、規模の大きさとか、そこにまず圧倒されて、そこでの体験っていうのと自分が、戻って大阪で、会い合う時の感覚っていうのがなかなかまだ会ってこないっていうのが、例えば帰ってきてから1ヶ月間思い出すんですけど、なかなかこう会わないポイントであって、岡部さんと話した後に、いやでも他にも他になんかなかったかなとかっていうことを考えていく中で、その火事までの高橋さんの取り組みのことをもう一回振り返ったりしていく中に、ヒントというか自分が気になっているところとリンクするところとかは複数見られたのと、ちょっとその話とずれるんですけど、一つあったのは粘土、陶器粘土を使うと焼くともう戻れないっていうのがやっぱりすごい大きくて、それは、丸安さんの工場でもそうだし、あの規模でもそうだし、僕が行ってる福祉の事業所でもそうなんですけど、焼いたら戻れない、作ってしまうとたまる、そことそこのこうなんていうかな、問題が僕が今言っているところで、予想はできてたんだけれども、だんだんやっぱり、前の問題として出てきていたので、ちょっとそういうところは焼かない使い方みたいなところとかであったり、あるいはもう焼く時のこう覚悟の決め方であったりとか、なんかそういうところは、さっきの鹿島での高橋さんからのヒントというところも、ちょっとリンクするかな、なんかそういうこともちょっと思ってました。はい、ありがとうございます。またじゃあ後で、思い出したりしたこともあったらお話しいただきたいと思います。そしたら3人目ということで、今回コーディネートしてくださった高橋さんにお話しいただきたいと思うんですけれども、そもそもやっぱりプロダクトデザイナーとして、無印良品のようなやはりそのところで働いていた高橋さんが今なぜそもそも常滑にいるのかさらにはなぜこう福祉と出会って、そしたらやっぱりその福祉と常滑のものというのを何かこう結びつけるような活動をやりたいと思って取り組んで、じゃあ今それがどういう位置に来ているのか、そのことも含めてお話しいただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。もう最近はもうプロダクトデザイナーというよりも、仕事が多岐にわたってるのでデザイナーって言わせてもらってるんですけど、常滑に来た知多半島ですね、知多半島に来たのが5年前なんですよ。でそれまでは、11年ほどその無印良品のような、工業製品ですね、大量に作ることを前提とした、ものづくりの現場で、企画をしたり図面を描いたりして指示を出すっていう仕事をしていました。でその大半は、作り手を選ぶっていう工程が、割とものづくりのプロセスの後ろの方に来るんですよ。要は生活者の、必要なもののアイデアを浮かばせてそれをどこで作ろうみたいな話になる。でそうなると、その場合の作り手は割と人件費が安い国だったりとかそういうその経済合理性を優先したものづくりになるんですね。で自分がある程度自分がデザインしたものが世の中に出回って自分の欲求が満たされた時に作り手のことを何も考えてないなと思ったんです。で、逆に言うと作り手を、誰と作るかみたいなことを第一義に据えた仕事をしっかりしようと思ったんですよ。でその時にちょうどご縁のあった常滑の作り手さんたちから声をかけていただいて、
よし焼き物の産地でデザインをチャレンジしてみようっていう、まあ、あくまで自分の関心が強くあって、まあ、ものづくりの現場に来たということですね。で、福祉と自分の関わりっていうのは、まあ、自分が関西に、無印良品の仕事で赴任していた時に、岡部さんとタンポポの絵の今いらっしゃる岡部さんとばったりお会いしたことが実は、起点になっていて、で自分は無印良品の中でものづくりだけじゃなくて、例えば無印良品の日用品が地震が来た時に役に立つとか、まあ単純にその一般生活道具としてじゃない役割を与えれないかと思って、まあちょっと編集的な仕事をしてたんですけど、でその時に福祉でこう生き生きとデザインの仕事をされている人たちのことを知ってすごい関心が湧いたんですね。でまあそれが、元々に ある自分が常滑に来た時に焼き物の町の福祉っていうことにも当然関心を持っていて、で常滑市さんと仕事をする機会があったんですけれども、常滑市さんとお仕事をしていた時に、知り合った方が常滑市の社会福祉協議会さんを紹介してくださって、焼き物の町の福祉に具体的に取り組むことになりました。で2年ほど前から、社協さんが運営する、B 型の、就労支援の施設ですね、先ほども紹介があった、ワークセンター鹿島というところに週に一度フルタイムで勤務をして、まあ、工賃のことだったりとか、まあなんていうかな、生きがいを持てるような仕事を作りをしようということで、関わるようになりました。で、最初は、まあ、常滑市内に出る不要になったものを素材にしてものづくりをしてたんですけれども、ちょうど、まあ、コロナが蔓延してしまった春にですね、割と自分も、他の仕事が止まったのもあって、そのワークセンター鹿島の仕事にしっかり向き合うような時間が取れるようになった時に、環境整備を自分セルフビルドでやってみようと思って、フェンスを作ったりとか、その敷地の環境に対して何か自分でものづくりをしようと思って始めた時に、フェンスの基礎を埋めるのに穴を掘らなきゃいけなくて、60センチほど穴を掘ったら粘土が出てきたんです。で、そこでハッとしたというか、その焼き物の町のやっぱり素材でものづくりにチャレンジ、福祉の現場でものづくりにチャレンジしたいなっていうのがあって、そこからその焼き物の土を使った、福祉施設のものづくりっていうのに少しこう、なんというかな、エンジンが駆動し始めたっていうのがあって、でちょっと話はまた戻るんですけど、割とその指示屋として図面を描いてデザインをしてた時は、物の形にすごい興味があったんです。綺麗なものとか、それこそインターネットとか雑誌とか美術館とかに行って自分が綺麗だなって思うアウトラインを探してたんですけど、産地に来るとさっきの小江明さんみたいに、その素材ありき、環境ありきでものづくりをしている人を見て、その彼らの、まあ、なんていうかな、まあ、科学的な部分ですね、素材の組成の理解とか、なんかそういうことにすごい関心が出てきて、で実際にこう焼き物ってとこ、あの日本の中だと成熟してるんで、実際に自分で土を掘って作ってる人って本当に一握りだと思うんです。だし薪を作、釜を作って薪をくべて焼くなんていうと、もっと多分人が少なくなって、もともとの原初的なものづくりをしてる人たちっていうのが、まあ、ほとんどいなくなってる。だけど常滑にはさっき見ていただいたみたいに、まあ、リクシルさんのものづくりを担うような圧倒的な物量を動かしているようなメーカーもあれば、もともとそういう焼き物がどういうふうに始まったかみたいなことに関心を持ちながらやってる人がいるっていうので、もともと自分が興味があったりどっぷりだったプロダクトデザイン、量産を前提にしているものづくりから、その、組成を勉強して焼き物づくりをやっている人たちに出会うことで、形じゃなくて素材に自分の興味が移っていった5年間だったんです。で、改めて自分が掘ったら土が出てきたことがあって、じゃあこれで何かものづくりをしたいって思って、今チャレンジを続けているところですね。はい。
続けていいですかね。はい。なので、本来はこうなんか伝統産業、要は常滑の焼き物産業と自分が仕事をしていることと福祉をしていることっていうのは、まあ、自分の中では一つなんですけど、それが今まではなんていうかな、金曜日は福祉の仕事、普段は焼き物の仕事みたいな感じだったのが、その焼き物の土を使うっていうこだわりをポンと置いた瞬間に、その土を前提、地元の素材を前提として、そのなんていうかな、2つのこうコミュニティが協力してものづくりをするみたいな状況が、まあ、少しずつ生まれているのかなと思ってて、はい。でこの間ツアーの時に見てもらったのは、その土を常滑で取れたり、作家さんたちとか鎌本さんが使っている土を使っていろんなものを染めてみるっていう試作を今重ねていて、それは、布であったりとか、あとはちょっとツアーの時にはまだお見せできてなかったんですけれども、例えばウールとか、まあ、フェルトとか、まあ、あとは、紙とか、何か焼き物のその土地にある土を使って福祉施設でものづくりが展開できないかっていうことに今チャレンジをしています。で実際に、ちょっとエイヤーで、この間、テストマーケティングというか、やってみたんです。東京の銀座蔦屋書店さんで常滑の焼き物を作ってらっしゃる作家さんたちを紹介するプロジェクトのディレクションをしたんですけれども、その出展作家さんたちの、土をもらって、実際に彼らが出展した焼き物の、土を使ってバッグを染めて売るっていうのをやってみたら、その焼き物自体はやっぱりその硬くて荒々しいんだけれども、焼く前の土はすごい柔らかくて淡い色をしてるんですね。今の写真にもありましたけれども、それは梅原達夫さんという急須を作ってらっしゃる作家さんの土なんですけれども、皆さんその焼き物を知る手がかりとして土のもともとの色っていうことに触れた時に、多分僕と一緒で見えてきてる形だけじゃなくて、その素材ってことに多少の関心がいってるんじゃないかなと思うんですけど、なんかそういうことを、改めてその地元の人だとか、なんていうかな、まあ他のその地域に住んでらっしゃる人たちに、そのものの素材みたいなものを、感じてもらえたらいいなっていうふうに、思いました。はい。はい。高橋さんが、今、そのワークセンター鹿島さんで、もう一回その土を掘るところからやっていることって、私とかがこの間思ったのは、何かやっぱり実は陶芸に取り組んでる福祉施設って日本の中ですごく多いと思うんです。もちろん織物とか紙すきとかそういうこともありますけど、陶芸の釜をこう導入したタンポポの家もありますけれども、うん、そうですね。うん、すごく多いと思っていて、でもその実はその産地だったりとか、その環境の中で福祉施設もそれに取り組むっていうことが、なんか実はとても自然なことなんじゃないかって改めて思ったんですね。で、そこで何を作るかって言った時に、本当にまあその高橋さんだったらそれこそプロダクトデザインの経験がすごくあって、もしかすると何かお茶碗のようなものとかお皿のようなものとかを作ろうと思えばそこで作ることもできたのかもしれないけれども、もう少しそのちょっと本当に続けていくために、何かすごくプリミティブなところに福祉施設のところでも戻ってやってるんじゃないかっていうことを、やっぱり私たちも何か一回形にできたとしてもそれを続けていくっていうことが本当に難しいなっていうことを福祉の現場でも思っていて、うん、やはりそれを続けていくためにはより根源的なというか、なんでやるのか、そして自然なも、も自然なっていうか環境としても自然で、その人たちも続けていけるものっていうのがすごく大事なんじゃないかなというのを改めてお伺いしてて思いました。ああ、そうですね、はい、うん、はい。高橋さん、あともう一つ今している
あのタイルのチャレンジの話とかも少し教えていただいてもいいですか。はい、そうですね。あの先ほどからよくその常滑の規模感みたいな話が、あの出てるんですけれども、少しその産地の規模感を説明すると、あ、規模の内実を説明すると、いわゆる常滑焼きと言われる焼き物の売り上げの9割以上は建築陶器なんですよ。うん、で、それは、イナ製陶っていうイナックスの前身の会社が、常滑で創業しているんですね。うん、で、イナックスは今、リクシルと統合しているので、株式会社リクシルの中の、まあ、イナックスブランドではあるんですけれども、うん、常滑のその現代の窯業地における、まあ、売り上げの大半は建築陶器、いわゆるこうビルに貼るようなタイルだったりとか、水の生徒園で見てもらったような焼き物の塊のレンガだったりとか、まあ、そういうものがやっぱり圧倒的な土も使いますし、あの金額ベースでもなってるんですね。で、じゃあ常滑って言ったら皆さん思い浮かべるのが、まあ急須だったりとかすると思うんですけれども、すごい言い方は悪いんですけど、その数値的な規模で言うと鼻くそぐらいなんですよね。なのでよくその産地をどうにかしたいとか、常滑の産地が衰退してるっていうことの内実は実は建築陶器なんですよね。で、まあそれも自分は何て言うかな、自分がもう何とかしたいって言って何とかなる規模じゃないんですけれども、産地の一つの大きな歴史なんですよね。うん、で、常滑の町来てもらったら分かると思うんですけれども、まあ、土管が町に埋まってたりするんですけど、うん、それはあの日本がその明治以降近代化する上で、その要はの農地に鉄道を敷くって言って農地をこう鉄道を敷いて分断するときに、要はその田んぼ同士の 水路ですよね、をパイプでつなぐ必要があって、要は重たい電車が通っても、壊れないようにって言って土管をひたすら作ってたんですけど、それもピークで1年間に2700万本作ってたんですよ。で、結局今常滑に埋まっているそういう土管とかっていうのは、そのしこたま作ってた時に出荷できない不良品なんですよね。うん、まあ、いわゆる産業廃棄物として処理できないから、まあ、町で使ってしまおうっていうことだと思うんですけれど、なんかその辺がすごい今目に見えるところでの窯業地のアイデンティティになっていて、うん、でその森下さんも来た時におっしゃっていただいてたんですけど、その障害を持った方のものづくりっていうと、どうしてもこの手のひらサイズのもののアウトプットになってしまうっていう話があって、でそれはその多分プロデュースをするというか、スタッフの目線でもそうだし、多分その障害を持ってる作ってる方々の目線からも、やっぱりそのなんていうかな、インパクトはそこそこなんじゃないかなと思って。で、常滑はその焼き物が景観をなしているってよく言われるんですけど、ま、街中がですね、だからそういう状況っていうのを自発的に障害を持ってる方々と作ってみたいなっていうのが、そのタイルを作りたいっていうのの元々にありますね。なので今度の、月末の展示会でも、10平米ほどのタイルを2つのメーカーさんと、作るっていうふうに今、段取りを組んでいるところですね。なのでそういう目線で言うと、この今映っているものは、まあ言ってもこう B さんぐらいの画角のタイルを利用者さんたちと作ったので、ある意味そのハンディな作品に陥っているかもしれないんですけれども、うん、なのでこのチャレンジの行方としては、大きなもの、自分の視界にも収まらないぐらい大きなものをみんなと作ってみたいなというふうに今思っているところですね。うん、はい、ありがとうございます。それもすごい楽しみだなと思っていて、あの高橋さんが今お話ししてくれたタイルなんですけど、1月の22日から31日まで、常滑でこのニュートラディショナルの企画の一つとして高橋さんにディレクションしていただいて、
高橋さんから見た私のニュートラという視点で、あの展覧会を常滑の、で開催する予定で、そこできっと見れるんじゃないかなと思っているので、あのぜひ今日参加していただいている方も、コロナの状況次第だと思うんですけど、来れるようだったらぜひ見ていただきたいなというふうに思います。高橋さん、ありがとうございます。はい、どうぞ。あ、いいですか、まだしゃべって。はい、大丈夫です。はい。そう、ニュートラディショナルっていう造語をすごい気に入っていて、そうだ、まあ、ニューっていうのは、まあ、点というか試みみたいなもので、それが要は現象になってトラディショナル、まあ、様式が生まれていくと思うんですけれども、まさにその900年窯業が続いているっていうのは、そのニューの連続というかニュートラディショナルの連続なんですよね。でそれは、仕掛けた人が必ずいて成立してるんですね。寄って見ていくと誰かの人がそういう試みをやっていて、ですごいおこがましいんですけど、やっぱり自分もそういう点を作れる人になりたいなと思ってます、うん、で今回は福祉という大きな町の福祉が関わるっていう大きなテーマを持ってニューをそのやってみるっていうことかなって自分で整理しました、うん、ありがとうございます、はい、なんかあの福祉もわからないんですけど、障害のある人も、まあ、私たちもその常滑の何か新しいものの一部を担えたら、そんなすごい楽しいことっていうかなことはないなというふうに思っていて、あとまあ高橋さんから教えていただいたのが、割と今若い作家さんとかも結構常滑増えてるというかというのを結構驚きまして、あのもともとは産業がやっぱりなんていうか土としても産業としての方が圧倒的に多いけれども、今若い人が来ているっていう、それもなんかこの少子化の時代でなんとも不思議なことだなと思いながら聞きました、うんうん、そうですね。なんか産地側にいると常滑焼きをどうするかっていう議論に陥るんですけど、でも実はもうお客さんたちはある程度答えが分かってて、どういうことかっていうと、常滑焼きを買いに来る人は少なくて、常滑でやってる何々さんの焼き物が欲しいって言ってきてるんですよね、うん、でそれはもう新しい産地像に入っていて、うん、そういった、まあ、その小さないろんな思想とか、うん、まあ、こだわりを持った作家さんの群れが一つの産地を成していると言っていいと思うんですよね、うんうん、で今回は、まあ、大なり小なりですけれども、いろんなこだわりを持った作り手さんたちと、まあ、土を介したやり取りで福祉施設の現場のものを作るっていう、まあ、自分の中では新しい産地像を踏まえた福祉との連携だと思ってます、うん、はい、そういう意味じゃ本当になんか私、高橋さんいっぱいなんかメーカーというかそのとこも連れてってくださったんですけど、やっぱり皆さん今までの通り B2B だけじゃなくて、本当に一人一人のお客さんに向かった、さっきの急須のプレゼンテーション一つ取ってもそうだし、あのお菓子一つ取ってもそうですけれども、なんかやっぱああいう姿勢がすごくなんかこう行き渡ってるような気がして、なんか若い人も来やすいっていうか受け入れられるんじゃないかっていうか、うん、その柔軟なところがなんか常滑って聞くとすごくやっぱ歴史とかそういうイメージがあるんですけど、若い人を受け入れるし、それを実際体現しているような若い人たち、常滑で育った若い人たちもいて、そういう人たちと高橋さんが今一緒にやれてるのかなということは思いました。うんうん、あ、そうですね、うんうん、まあ本当にその量を前提として産地となすっていうこと自体も一回やっぱりみんなで揺さぶりをかけないと、うん、そのやっぱり環境問題とかもニュートラディショナル踏まえてると思うんですけど、うん、まあ、焼き物っていうのが、まあ、その物質的にも精神的にも重たいものじゃないですか、うん、焼いたら元に戻らないっていう、やっぱそういうことを踏まえて、じゃあその産地としてどうあるかっていうことは、うん、やっぱり今までのやり方を変えていかないと、うん、僕はそのなんていうかな、継続的ではないと思ってるんで、はい、なんかそういうところに本当に今すごく 伝統工芸とか福祉の連携みたいなことも言われるんですけど、単にまあかつての伝統的なものづくりに障害のある人たちがどこか工程の一部に入るというよりは、そも新しく変わろうとしている産地の在り方とか伝統工芸とか伝統産業の在り方から福祉も学ぶものがあるんじゃないかなと思って、うん、はい、
帰ってきました。はい。うん、はい、ありがとうございます。やっぱりそうですよね。うん、なんか、うん、僕もその土を用いたもそのものづくりみたいなことを福祉施設でやっていく中で、やっぱその泥団子はずっとやってるけれども、うん、その実際にその場所で取れる土に触ったりとか、うん、まあ、そもそも外でそういったあのなんていうかな、みんなで工作をするっていうのは、まあ、すごいそのなんていうかな、感覚を開いたりとか、うん、してくれるんじゃないかなと思って、うん、チャレンジしてるとこですね。はい、ありがとうございます。そしたらすいません、お待たせしました。ここでツアーに行ってない福森さんにこれ聞いて感想どうですかっていうのもなかなか難しいと思うんですけど、あの、はい、今日ご参加の皆さんも菖蒲学園ってきっと聞いたことある人がほとんどだと思うんですけれども、あの本当にまあ福祉の中だけではなくって、いろんなやっぱりものづくりという視点では、あの日本のいろんなギャラリーとかですごく求めたい人も多い商品をたくさん作っている、それこそあのユートピアのようなあの環境も備えたあの鹿児島の福祉施設だと思うんですけど、あの福森さん、まあ、ご自身の少し紹介と、よかったら今日本当に聞いていただいた率直の感想や疑問などお話しいただけたらと思います。はい、はい、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。今ご紹介ありました鹿児島の菖蒲学園で陶芸の方を担当させてもらっている福森壮と申します。よろしくお願いします。簡単にですけど、菖蒲学園の紹介をちょっとだけ、させていただきます。菖蒲学園ではですね、まあ、様々な、事業をしてるんですけども、主に、ものづくりを中心とした、活動をしています。で、土の工房、木の工房、布の工房、あと和紙、あと絵を描く、ところが一緒なんですけど、そういうところで、職員も、利用者の方も、活動しているという流れになっております。で主に、その工房菖蒲っていうふうに、我々は呼んでるんですけども、その工房菖蒲の、始まりが、クラフトというか工芸から、始まっているところが、まあ、一つ特徴として、あります。はい、ですので、まあ、ものづくりを中心とさせていただいております。で、この常滑のツアーの、感想ですけど、まあ、皆さんあの実際僕は行ってないのでちょっと詳細でちょっと語れないんですけども、あのまあ、あの率直な意見としては、あの、まあ、作り手がその見せ方だったり、売り方だったり、まあ、そういう仕組みまで、プロデュースしているという、まあ、印象を受けて、まあまあ、どうにかしてこう残していきたいっていう、まあ、意気込みも感じたなというふうに、思っております。で、まあ、福祉施設としてもあのものづくりをしている施設って結構全国的にあると思うんですけど、そういう、まあ、見せ方だったり売り方までだったりっていうところまであの重要視しているところっていうのがなかなかないのかなっていう、まあ、印象を持っているところです。で、まあ、まあ、高橋さんの取り組みとしては、そういった作り手と買い手を結ぶというか、まあ、そういう活動で、まあ、文化を残していく活動だと思うんですけども、まあ、改めてあの重要なポジションなんだろうなというふうに、感じております。で、まあ、その福祉とあの、まあ、障害のある方とその工芸とのつながりっていう、意味というか視点においては、まあ、あの手間暇かけるというか手仕事ということがやっぱりキーワードなのかなというふうに、まあ、僕個人的には、感じているところです。で、
そのことっていうのは、まあ、学園の勝負学園の一つ の、 あの狙いでもあるんですけど、その社会 の、 そのスピード感だったり利便性をに特化した社会とは逆に、その手間暇かける実感として得られるものっていうのも消費者はどこかで求めていると、思っていて、うん、でそういう福祉施設だからこそそういうことができるんじゃないかというふうに、感じております。でこんだけ和紙好きだったり、陶芸、あとは布の工房は刺繍、手縫いの刺繍をしてたり、あとは木工は家具を作ったり手彫りのお皿を作ったりとか、しているんですけども、まあその廃れていく工芸っていう意味においてはやっぱり先ほど高橋さんもおっしゃってたんですけど、経済合理性でなかなかこう手仕事いいと思っててもなかなかこう継続していくことが難しいっていう状況もあったりすると思うんです。だけどこう福祉施設っていうのはあまりそういう利益を求められてないところもあったりするので、なのでまあそういう活動が割としやすい環境であるのかなと思っているところです。でまあそういったところがその文化の継承というか文化と福祉の接点といいますか、そういうところにつながっていくのかなというふうに感じました。はい、以上になります。また何かご意見あれば。はい、ありがとうございます。今福森さん言ってくれてて私も思ったんですけれども、そのまあ手間暇かけることができるなんていうか場所として福祉施設って確かにあるなとは思っていて、本当にまあありがたいことに税金が投入されているってこともありますけども、そこで障害のある人と仕事を作っていくことを考えたときに、単に障害のある人のそれが仕事になるだけじゃなくって、やっぱ地域の中で工房としてそこがなんていうか意味を持ってくることができるんじゃないかというふうに思っていて、グッジョブセンターなんかでも張り子とかを作ってますけど、まあ、近所の人たちにも一緒に作っていただくようなこともしてるんですけど、一つのなんていうか家、家庭、家内製とかでやられてたような工房みたいなものとかが、福祉施設が地域の中で、なんとかもっといろんなコミュニティの人も参加して担うこともできたりとか、そういう意味でのまあ文化とか伝統とかを担うものとして、役割を果たしていけたらいいなというふうに思っているりすることもあります。はい。はい。福森さんもありがとうございます。ありがとうございます。この後も参加してください。はい。そしたら、すいません、少し、ちょっと、実はごめんなさい、あと10分ぐらいになってしまったんですけれども、高橋さんや岡部君や前川さんも、今、それぞれの話聞いていて、なんか思い出したこととか、これ、言っときたいなと思うこととかありましたら、先にお聞きできたらと思いますが、どうでしょうか。よかったらこの間に参加者の方も YouTube のですねチャットの方でご意見とかご質問とかをいただけると大変ありがたいです。はい、ちょっと、はい、どうぞ。じゃあ言いましょうか。はい、まあ産地にその作り手伝えて売り手みたいな人がいるとしたら、この結果的に今仕掛けようとしているのはその福祉の現場の作り手と町の作り手をつないでるのかなっていう感じがするんですよね。うん、でその今福森さんおっしゃったその手間暇が、許容されている、なんていうかな経済合理性がまだその巷より及んでない環境での作り手っていう人たちが、じゃあ産地の 現場ですよね、現場のものづくりにどう作用するかっていうのはすごい興味深いと思うんですよ、うん、揺さぶるという意味でですね、うん、
で、それが、そこに、その、なんていうかな、中心に地元の土っていう素材があることが大きいかなと思いますね。うん。さっきの福森さんの話で印象的だったのが、この、ものづくりをしてますっておっしゃったのと、まあ、あとはその素材で部門が分かれてるのが、すごい印象的でした。はい。で、素材の調達みたいなことってどうされてるんですか？素材の調達はですね、はい、まあ、陶芸で言うと、まあ、あの時期が中心になるので。お、時期なんですね。はい。あの、なので、まあ、時期はもうある、天草の方から出るっていうのと、はいはい、あとは、まあ、そこまでその素材にこだわってとかっていうのは正直なところないんですけど、はいはいはい、まあ普通に土屋さんから買ったりとかながら、うーん、まあ、その利用者に合った、はい、あの素材を使っていくという、うん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 、で今あのおっしゃってたその作業その工房が分かれてるっていうのの一つの理由としては、あのまあ、利用される方が、まあ、障害の方が来るので、まあ、どれか一つには結構当てはまるんです。おー、なので、まあ、こういうシステムも取ってるっていうところはあるんですけど、なので、その、まあ、基本あ、いいですか？はいはい。入所されて、はい、その特性だとか好みみたいなものをその見出す、要はその向き合ってその見つけるときっていうのはいろんなことをしてもらって、はい、そのなんていうかな、あ、この人は土仕事が好きだなとか、そういった流れなんですか？あ、一応あのあその新しく入ってきた方たちはあの全部の工房を回ってもらって、まあ、基本的にはその人がどこがいいかって言える人だったらそこでいいんですけど、あのまあ障害が重い方とかになると、あのその自分の意思がはっきり言えない方とかもいるので、まあそういう方は逆にそこに行って やるかやらないかですごく分かりやすかったりするので、で各工房回ってみんなで考えていくという。あ、なるほど。なので、まあ、こちらから何かするっていうよりは、その素材と道具を渡してあげて、そこでまあ何か手を動かすかどうかを見るというところが、うんうん、まあ、一つのポイントですね。ああ、なるほど、うんうん、あのあ、そうしたら一人多分これあの福森さんのお話に多分触発されてたと思うんですけど、チャットの方でご意見をいただいたんですけども、福祉におけるものづくりの現場が素材や地域性をゆっくりと向き合う環境になっているという指摘はとても面白いと思いましたということで、はい、もう一つ、あと一方であの単発的な受託や部分的なものづくりへの参加が多いとしたら、その環境を生かす新しい関係から生まれるものがニュートラなのかなと思いました。うん。という、はい、ご意見も YouTube の方でチャットでいただいております。で、産業のスピードと福祉のスピードを調整する、まあ、ギアのような人や役割は、どのような肩書き、職種となるのでしょうか。まあ、それは高橋さんが今、もしかしたら少しちょっと、そうですよね、やろうとしていることかもしれないですけど、そのまま産業に乗せるわけでは決して無理だし、うんうん、できない部分はあるとは思うんですけれども、その産業のスピードと福祉のスピードの、そうですね、はい、先ほどね、高橋さんが町の作り手と福祉の中での作り手っていうのをどうこうマッチさせていくのかって話しましたけど、そうですね、あの2つの意見に対してコメントしていいですか？はい、はい、僕がその単発でその今回生きるなって思ってるのは、その土を素材にしたこと、土を素材にすることが前提なんですけど、その作家さんが例えば個展に出るときとかに、
その作家さんのものを買った時に、ラッピングする紙がその人の土で作られているとか、うん、もしくは、まあ、バッグみたいなものもそうですし、あとは名刺とか、うん、いわゆる何か印刷物みたいなものがその作家さんから提供された土でできているみたいなことも面白いかなと思ったんです。なのでそういうその作り手さん、産地にいる作り手さんのプロモーションツールとして機能しないかなと思って、っていうのと、まあ、あとその、もう一個何でしたっけ、 役割、そういう人、産業のスピードと福祉のスピードっていうものがあるとしたら、その調整するギアのような人とか役割っていうのは、まあ、どういう福祉とかどういう人がやるのが良いのかっていうことだと思いますけども、ああそのな、うんうん、まあまあ、コーディネーターですよね、それはきっと、うん、そうですね、だから取り組み先だったりも持ち寄るプロジェクトみたいなものがその人たちの、王道の仕事プロジェクトとは異なることですけど、いやとりあえずその例えば量産をしている人たちがその福祉とやることで遅くなるじゃないですか、うん、だからそこでのこう気づきを促したりとか、まあその利益は生まないにしても会社の重要なプロジェクトとして始まるみたいなことは、起点を作れるかなと思うんですよね、うん、だから意外と産地も縦割りで、うん、タコツボで、その例えばタイル屋さんの現場に作家さんが行くみたいなことはほぼないんですよ、うん、だし今回は僕が皆さんを案内したからすごい規模だとか土まみれだみたいな話になるんですけど、基本常滑市内に暮らしている5万9000人の人たちは、外から来た人は特に焼き物の街っていうことを感じることがほぼないと思うんですよ、うん、その街に土管が埋まってるみたいなことで気づくことはあっても、基本的にはやっぱり現場には人は入らないので、でそれはすごいそのなんていうかな、給食食器を焼き物に変えたいとか、まあ、僕が土を素材にして見せたいとかっていう、なんていうかな、まあ悪あがきじゃないけど揺さぶりみたいなことだと思うんですよね、はい、うん、なのでまあ規模に限らずそういうまあ産地の中で点でいる人たちをこうなんていうかな、土を介して土仕事を介してくっつけるっていうのはすごい意義があると思うんですけど、うん、びっくりするぐらい鎌本さんもお互い鎌本に出入りしなかったりとか、うん、だから技術交換みたいなこととか、うん、なんかそういうことを本当はもっとやった方がギアチェンジをすることをした方が、うん、絶対にその突破口が見つかりやすいと思います、うんうんうん、それはその他産地も含めてですね、うんうん、私たちも本当なんか障害のある人たちと一緒に仕事を作っていくときに、どう本当にそこに関われるのかっていうのがやっぱ一番のなんか課題っていうか、これからのことだなというふうに思っていて、さっき今言われたみたいに本業に別に入ってすぐ入らなくってもというか、その周辺にもたくさんのなんか仕事があるような気がしていて、そこをでもコーディネートするだけでも高橋さんのような人って、まあ、別に特にそういう職種があるわけではないのでそこはもう本当に、まあ、たまたまの出会いとなんかいろんなものを組み合わせて、それは今そのポジションにいるというか、そういう感じですよね、うん、なかなか福祉の現場もそう入れないしというか、うん、そうですね、なんか僕が良かったなって思うのは、僕もなんていうかな、しょぼいですけど作り手なんですよね多分、でその彼ら要は量産をする人だったり、小規模なものを作る人、 手間暇をかけて作る人たちのこだわりが理解できて共感できる、うん、でそれをなんかどっちもいいと思えるずっと指示屋だったんで、その彼らのこだわりみたいなことを割とピュアに受け止めれる、うん、だ手間暇かかる作り方と量産作り方を組み合わせて何か新しいことを考えようみたいな癖があるんで、うん、なんかそういうのがそのギアチェンジをできる人になってるっていうことなのかもしれないですね、うん、あお前そんなことも分かってんのかみたいな入り方をよくするので、う
本当に5年という中でなんか長いようなとはいえすごい短いと思うので、そこの中でああいうふうに入り込んで動けているっていうのはすごいなというのが正直な感想ですねそんな長くないと思うんですね。5年ってやっぱ限られた年数だと思うので、そうですね、はい、でもまた今回その1月に展覧会を高橋さんにコーディネートというかディレクションしていただきますけど、そのことでまたいろんな人が、町の人も遠方からの人も見に来てくれて、何か刺激をもらって帰っていただけるといいなとは本当思っています。はい、はい、はい、今すいません30分なんですけど、もうちょっとだけ5分ほど延長させていただけたらと思いますが、今またチャットいただいております。今回の案内や私個人の活動の中でなかなか福祉施設の存在や取り組みを知らない人が多いと感じています。ぜひ可視化して知る機会を作ってくれると嬉しいです。常滑焼を知らない人が多いように、福祉現場を知らない方々が多いので、今回は良い機会をいただきましたということでコメントいただきました。ありがとうございます。あと、ゆうじさんですね。はい、ゆうじさん。はい、ゆうじさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あと、再び浅野くんからも、ありがとうございます。高橋さんのようなデザイン側のアプローチと、福祉施設側の運営、受け入れ体制が明確になり、それが仕事や生きがいにつながるといいなと思いました。とコメントもいただいております。ありがとうございます。はい。はい。岡部くんや前川さんや、はい、福森さんも、もう少し言いたいこととか、今お話聞いてて思ったことなどありますでしょうか？じゃあ僕の方からなんですけど、はい、もう、まさにその、間をつなげる人っていうのが、どこに、どうやって探せるのかというか、まあ、常滑にはたまたま高橋さんがいたんだけども、その全国各地で、そういったことが起こり得るような状況をどう作っていいかっていうのはやっぱり僕の中でもこれからの課題だなと思いました。で、なんかその、今の高橋さんのようにどちらの良さも分かっていながらなんですけども、なんか、なかなかそういう人ってそうはいないですよね。で、そういった人たちはどうやって育てていくというとおこがましいんですけども、どういう視点やどういう経験をしてもらったらそうなれるんだろうかっていうのはちょっとこれから考えていきたいなというふうにすごく思いました。なんか多分その例えば時間の使い方一つとっても、福祉施設で流れてる時間とその工場で流れてる時間と作家の中での時間って多分微妙にずれてるんですけども、それを多分なんかうまくつなぎ合わせられるような人っていうのが高橋さんみたいな人だと思うんですけど、なんかそういうことをどう伝えていったらいいのかなっていうのが、ちょっと今日僕が考えさせられたなというふうには思っています。ありがとうございます。はい。前川さんとかいかがでしょうか？福祉施設、先ほど高橋さんの話の中でも、特に、常滑の中での縦割りみたいな話をされてたと思うんですけど、福祉施設をが外と福祉施設側の視点に立った時に、どう開くきっかけがあるかっていうのが、まあ、今の岡部さんの話ともつながってくるんですけど、例えば今自分の行ってるところに置き換えた時に、自分が外側、福祉施設側に立って外側との窓口になって、変わるようなやり方があるのか、外に行っていろんなところ行き交って、やるようなやり口があるのか、なんかいろんなやり口があると思うんですけど、福祉施設側の時間のことを分かってもらうとか見てもらうっていうことの、きっかけをどう作るかっていうのは結構難しいなと思っていて、それについての答えが今パッと見つかってるわけじゃないんですけど、今回のツアーの中でも、梶島でのやり方っていうのが方法としては結構見えて面白かったなと思う
部分が反面、人の動きが結構どんな方がっていうところが、僕自身の、ツアーの体験の中で見えにくかったっていう感覚があって、で自分がさっき大阪の福祉施設に戻ってきた時に、どう考えていいかマッチがまだできないっていう話をしてたところが、普段が福祉施設で感じていることは かなりこの利用者さんのこの動きであったり、こういうものづくりであったりっていう、かなりここにフォーカスしたところに、反応していて、こういうここに反応するっていうところと、ものづくりの方法論みたいなところを、どうかみ合うかっていうのが、今回なんかヒントもあったような気もするし、まだちょっと継続して考えなきゃいけないなっていうことを、うん、思います。ちょっと方法論が先行してしまうと、また、福祉のスピード側に産業とか作り方のスピードが入り込んできて、逆になんか変なペースになってしまわないかなっていうところもあったり、全然動かないっていうふうになってしまうと、そこでそれこそ閉じてしまうので、いろいろちょっと考えさせられて、そうですね、そういう感想をちょっと追加で、投げます、ありがとうございます。そこは本当に引き続きというか、きっと考えていくところだし、高橋さんもきっとずっと考えておられるところじゃないかなと、一人一人を見ながらも、そのことと、また福祉施設っていうのと、一人一人通ってる障害の人たちがまた別ですしというか、そこの中で何をどう取り入れて組み合わせられるのかっていうことは、考え続けていくのかなとはちょっと思いますね。あと一つ、そのニュートラディショナルっていう言葉に対してかもしれないんですけど、ツアーの中でもちらっと高橋さんとか岡部さん、森下さんもかな、ツアーの中ではちょっとこんなこと思うみたいな形でお話ししたことかと思うんですけど、今回は常滑っていう産地に行って、そこでの取り組みを見てっていう形がメインだったので、そこがポイントだと思うんですけど、そこで言われるニュートラディショナルが、全然違う地域、産地じゃない地域から見たときに、どういう、ヒントになったり、何かきっかけになるようなものになるのかっていうところが、割と自分が今いるところが特別な産地っていう場所ではないので、関心としてはどう自分に引き寄せれるか、例えば一般化できるのか、翻訳するのかわからないんですけど、そういうところがちょっと気になっていて、産地だけの問題みたいな形になってしまうと、他のところとの距離も生まれるかもしれないし、まあでも、まず産地の人はとりあえず産地でっていうのがポイントだとは思うんですけれども、ニュートラディショナルっていう言葉がはらんでる広がりみたいなものが、産地限定になるのか、もう少し広いものになるのかっていうところは、今回 そのニュートラディショナルっていうものに対しての、興味であったり、継続してどうなっていくのかみたいなことも考えたいなと思うところでした。はい、ありがとうございます。そういう意味では産地だからこそというか、学べるところもあったと思いますし、けど私たちも先ほども言いましたけど、私なんかは今産地のメーカーですらやっぱり B2B だけじゃなくて B2C にどういうふうに向き合ってるのかっていうのは、実はすごい福祉にとってもヒントになるなというふうに思って帰ってきたりとか、やっぱり外の人が来てるっていう、それはやっぱり福祉にとっても非常に課題が多いところで、今人が来てるっていう、やっぱそこにあるものは何だろうなっていうのは、必ずしも産地だけじゃなく、いろんなものづくりをしていく上ではきっとヒントがあるだろうなと思いながら回ってきました。はい、すいません、そしたら今40分になって10分ちょっとオーバーしてしまったので、そろそろ終わりたいと思いますが、高橋さんや福森さんも最後何か言い残したことないでしょうか。岡部君も前川さんも一言言ってもらいましたけど、どうでしょうか。高橋さん、あれですね、やっぱり今度1月の展覧会
よかったら来てくださいって感じですね、うん、皆さん。そうですね、まあ、土っていうその地域性を主素材として、うん、今その関係している福祉施設でやっている利用者さんの営みを肯定しながら、うん、絡めを特色を出していこうとしているので、僕はなんか実はすごいハードルの低い仕組みを構築 しようとしてるんじゃないかって勝手に思ってるんですけどね。はい、なんでぜひ見てほしい、見て意見を僕もあのできる限り代表してきた方に先ほどのコメントじゃないですけど、あのいろいろ福祉の話とかものづくりの話をさせてもらえればなと思うんで、ぜひ、ね、もう時間があったらあの見方も産地のご案内とかもできたらいいなと思うんで、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。コロナですけど、はいはい、うん、ありがとうございます、はい、ぜひ、はい、またあの今日、皆さん情報を得ていただいたような SNS とかで、とかタンポポねのホームページなんかでも展覧会の詳細決まりましたらご案内するので、ぜひ来ていただきたいですし、オンラインなんかでもトークとかまたやると思いますので見ていただけたらなと思います。でまたですね、この産地を巡るツアーの報告なんですけども、実は先日また愛知県の、有松の染めのところと、あと尾州の織物というものを訪ねてきた報告なども1月に予定していますので、ぜひそちらの方もまたご案内しますので参加していただければ嬉しいです。そうしましたら最後に皆さんにお願いなんですけれども、アンケートですかね、はい、アンケートについてはちょっと今お出ししたかったんですけど、ちょっと今見えてない、すいません、なんか URL がなぜか表示されない。わかりました。そうしましたら後ほどというか今日ご参加いただいた皆さんにアンケートのフォームを送らせていただきますので、ぜひ感想とかご意見をいただけるとありがたいと思っております。よろしくお願いします。で、今日のですね、このアーカイブなんですけれども、まずはですね限定公開で、今のものそのものをですね見ていただいた方は同じこの URL で見ていただけるように公開します。でそのうちもっと多くの人に見ていただけるようにもっと広く公開もしていきたいと思っていますので、もしまた見たい方とかありましたらよろしくお願いします。福森さん よろしいでしょうか。大丈夫、はい、はい、まあ、一応はい、やっぱりサポートする側は、うん、いろんなことを知らないといけないなというふうに、うん、やっぱ思うのと、あとはやっぱりその、まあ、利用者が、うん、の考え方というか、うん、その精神性というかそういうところに寄り添うと結果的に新しいものが生まれるんじゃないかなっていうふうに改めて感じたところです、うん、はい、すごく大事な視点いただいて、やっぱり今日参加いただけてよかったなと思いました。福森さんにもねまたぜひちょっとオンラインになるかもしれないですけど1月の展覧会も見ていただけたらなというふうに思います。はい、はい、そうしましたらちょっと時間がだいぶオーバーしてしまったんですけれども、今日のトークはこれで終わりたいと思います。ご登壇いただいた皆さん、ご参加いただきました皆様ありがとうございました。また引き続きニュートラのものとかもウェブなどで見ていただきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあこれで YouTube の方を切らせていただきます。